皆さん元気ですか、元気があれば何でもできる、元気があれば認知症も怖くないということで、認知症サポート医の浅井です。前回ですね、まあ、私が認知症、ね、に興味を持った経緯と、まあ、IBS 部手遊びやろうという動機について、まあ、いろいろお話をしましたけども、今回ですね、私は今認知症の初期集中支援チームというね、そういうチームの一員として、活動しています。これはできるだけ認知症を、ね、早期に見つけて、まあ、医療や介護につなげようということで、できるだけその認知症初期に、ね、そのタッチしてひどくならないようにもう早めに対処しようと、まあ、いう意味で、やっている、そういう厚労省から委託されたそういう活動なんですね。でその認知症初期集中支援チームを、まあ、やってましてですね、まあ、いろんなそのところから情報が入るんですね。例えば老人会から、まあ、こういうちょっと新聞を取り込んでなくてずっと出てこない人がいるとか、ちょっとなんかいろいろ話をしてもね、ちぐはぐでおかしいとか、ちょっとあの人の様子がねおかしいと、まあ、いうようないろんな情報を得てその人のところに行ってですね、まあ、対処すると、まあ、いうことをやってるんですね。でその中でやっぱ、私が本当最近多いなと思ってるのが、まあ、嫉妬妄想、もう嫉妬ですね、その妄想です。それからまあ物取られ妄想、もうこれは本当に女性に多くてですね、もうこれがもう半端じゃなくひどいんですね。で、まあ、つい1年ぐらい前かな、まあ、行ったところはですね、奥さんがですね、ご主人に女がいるとね、いうことでもうすごいその妄想がひどくなってですね、それこそやっぱご主人をバットで殴りに行く、寝てる時に金属バットで殴りに行くというね、もうそういうことなんですね。で中にはもう旦那さんが出れないようにもう軟禁錠全部かけて出れないようにするとかいう、もうすごいもうそういう妄想があってですね、本当にもう修羅場なんですね。まあ、僕一回行ったんですけど、その現場に本当にお父さんが血まみれになってもう修羅場とかしました。でそのお父さんももともとその本当にあの結構あの元気な、もともと自衛隊の方なんですけど、そのお父さんですらもうそのお母さんの嫉妬にはですねもう勝てないというか、もう本当にもう凄惨な、もうそういう状況でした。まあ、そんなこともあってですね、本当にこの妄想というのは、妄想っていうのはね、修正が効かないものなんですよ。だからどうやってもこれ解決できないことで、これをいかにするかっていうことは本当に難しいんですね。で、まあ、前回はその家族が自分をね殺しに来るという、まあ、そういう妄想を持った方はですね、まあ、家族と離れたことによって、まあ、本当に安心したね安定した生活に戻れたんですけども、もう妄想というのはもう修正できないので、まあ、よほどその家族がうまく関わるということもあるでしょうけども、なかなかこれは難しいんですよ。だからそういう時はやはりもう話す、ご主人とその奥さんを話した方が一番いい。でそういう方法で、まあ、私の場合 何人かあの、まあ、あのそういう方向でねうまくいった人がいるんですけども、まあ、そういうことがあると。で、まあ、物取られ妄想はこれも本当にですね、まずこれは女性なんですよ、物取られ妄想というのは。それはなぜかというと、まあ、その嫉妬妄想もそうだけども、この火のないところに煙は立たないということで、結局その旦那さんがやっぱりその浮気をしてた可能性がある。分かりませんよ、分からないですけども、そういうのがあって奥さんはずっと我慢してた。でもそのことを言うと子供もいるし、まあね、家庭もあるので、お父さんと喧嘩になってね、私は離婚ということになる可能性もあるので、それ言えないわけですね。そういう溜まってたものがある時認知症になってしまってですね、その物音物音関係づけるそういう能力の低下によってもう溜まってたものがいっぺんにバーンと出てしまうと、ね、お父さんがどう言おうが関係ない、お子供がどうなるとか関係ない、もうとにかく自分の感情が出てしまうという、ね、自分の、感情をコントロールするそういう知性というのね、働きがなくなってしまってですね、低下してしまって、そうと言ってしまうと、ね、いうことで、まあ、多分その嫉妬妄想、まあ、まあ物取られ妄想もそうですけども、やはりその女性っていうのはすごく、まあ、自分でそのお金をねちゃんと管理していると、でその大事にしてたものが取られたんじゃないかとい いうようなことをまあ思っちゃうわけですね。でそれはやっぱりその普通は日本というのは大体奥さんがね、まあ、お金を持ってるわけですね、管理してるわけです。で西洋だとお金は旦那さんと、まあ、半々なんですね、自分自分で持ってるわけです。だからあんまりそういう物取られ妄想はないんですけども、
日本の場合大体奥さんがね、山の神じゃないけど、お金を管理しているので、すごくお金に対しては敏感なんですよね。そこに関してはすごく神経質で、でそういうことが、お金を大事にしなかんとかね、使ってなかんとかね、まあ、いろんなそういうことがですね、認証になってしまうと、そういうタガが外れてしまって、あんた私のお金盗んだわねみたいなことになるわけですね。だからそういうように妄想というのはもう本当に自分のためのものがバーンと爆発するような感じですね。もうそれをもう見境なく、もう自分の感情をコントロールせずに、出てしまうというようなことで、もう本当に認証初期中中支援チームでやってても、もうこの妄想というのが本当に難しいんです。でつい最近は、もうこのコロナの影響でですね、もう外に出ない、人とも話さないということで、今までやったゲートボールもね、やらなくなってしまったとかね、いろんな、社協とかいろんなそういう老人コミュニティセンターでいろんな催しがあったのがもうやれないとかいうことで閉じこもってしまうということによって、やっぱりその人と話さないので、体も動かさないので、まあ、認知機能が低下してですね、まあ、本来出なかった妄想がですね、まあ、あと出てしまうことがあるんですね。で、まあ、つい先日言ったところも、そういう奥さんがですね、まあ、物取られる妄想に始まってしまって、それでも家族が下場なんですよ。これももうあんたが盗んだわね、あんたがやったわねとか、私なりどこやったのとかというふうに、もうすごいことになって、もう家族がもうそれでもう崩壊寸前なんです。でそれでまあ今それ私関わってるんですけども、もういうことでですね、認証というのは物忘れ程度だったらもうそれいいんですね。そこは別に、でもその物忘れから始まって妄想の段階に行ってしまうと、もうこれ大変なんです。本当に家族がもう偉いことになっちゃうんですね。だからそうなる前にですね、やっぱり頭を鍛えて、そのね、認知能力を低下させないように一生懸命頭を鍛えるってこと、もうこれしかないんですね。まあ、いろんな薬があってももうそれあんまり効かないです。であるならば、もう自分で一生懸命頭を使って鍛える、で鍛えるのもできるだけ適度なね、いい負荷をかけながらね、やるってことがもう一番大事だと、まあ、いうふうに思います。今日もね、妄想について話しましたけども、本当に妄想というのはね、難しい。だから、そうならないためにぜひ皆さん、また私の動画を見てですね、手足指で頭をね、鍛えてもらいたいと思います。以上です。